はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、またこのアントノフスキー自然保護区のタスクなんですけど、流された橋ですね。はい、これをやっていこうと思います。この橋は本当に厄介だ。毎年夏になると作り直して、次の春には洪水で流されてしまう。もう慣れたもんだがな。でももしアントノフカに行く予定があるなら、この橋を使ってみてはどうだろうか。ということで、板材4つと長い丸太を2セット、ここまで運ばないといけないと。で、結構物量としては多いんですよね。で、板材4つがここで加工して、持っていくんですけど、それに必要なのが、また、長い丸太が2セット分必要なので、結局長い丸太を4セット分、12本ですね、分運ばないといけないということで、頑張ってね、積んだんですけど、こんな感じ。うん。お気づきですか？はい、2台で運びます。タイが2台で運びます。はい、でちなみにこれ、25本載ってます。うん、2年分ね、毎年壊されるって書いてあったんで、はい、2年分も一気に運んどこうかなと。で実際、丸太を3本積んで固定したときに、グラフィック上で見るのが24本なんですよ。うん、なんで、これでね、このやり方で運んだら、それ以上運べるんじゃないかっていうね。ほら点の数をね後で、気になる人は数えてみてください。はい、でこれを2台をこう連結してちょっと締めときましょう。うん、でこれで運んでいきますよ。うん、もうバグが発生する前に行きます。これ丸太の長い丸太を大量に運びたい時って、煽り付き2台とかでね運ぶじゃないですか。危ね。うん、それだとでも、言うて12本ぐらいじゃないですか。うん、66で2段積みしてるんで、結構こぼれ落ちたりとかするんで、それ以上に運ぶ方法ないかなと思っていろいろ考えてたんですけど、これ結構ね、実はだいぶ前に思いついてて、ウィスコンシンの時に思いついてたんですけど、その時はやる機会がなかったんですよ。今回ちょっと、長い丸太いっぱい必要なんで、やってみようかなと。結構いけてるでしょ。これいいよね、多分ね。うん、個人的に。ウィンチがちょっと使えないですけど、ちょっとね、ウィンチ切ると、一気にバラバラっと落ちてる。この感覚で、ウィンチちゃんと切らさずにいければ、運ぶのは可能ですね。これが一番多分大量に運べるんじゃないですか。割と順調には運べてますね。よし。ちょっと曲がりにくいよ。いける。曲がって。よし。小さなカーブがきついかもしれない、これ。うん。全然曲がらない。こう、傾斜がついてたりすると余計にね。そこが、まっすぐでいいんか。で、左か。まっすぐ行って左やけど。で、ちょっと待って。カーブが全然厳しいぞ。この、坂道の時は、前輪が浮いちゃうね、結構。ステアリングとして機能してるのが、前のタイヤの前輪だけですからね。バンディットとかの方がやりやすいかもしれないね。あれ、前輪2つ曲がるでしょ。こっちの方が良かったかもしれない。なんか小回りが効く方がいいかなと思って、タイガーにしたんですけど。その、これらはまた後日、持っていきましょう。うん、こっちこっち。うん。でも丸太に関しては今のところ安定して乗ってますよ。もう一段積もうかなと思ったんですけど、ちょっと溢れそうだった。今これで25本ですね。もうそんだけ運べればね、24本で、危ない、危ない。24本で6セット分でしょ。うん、長い丸太6セット要求されるタスクとかないですよね。ちょっと曲がるのが辛い前輪をちゃんと設置させとかないと。うん。よしよし。直線は大丈夫。あ、ここきついな。ここめっちゃきついな。いける？曲がらして。うん。全然曲がらしてくれ。切り返して。ちょっと手すりというか、その、箸が、枠がありますよね。ちょっと、柵っていうんですかね。手すりというか。で、だから箸乗っかりさえすればいけると思う。ああ、曲がりにくい、ここ。一回ここ突っ込むか。で、おっと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 。で、もうちょい突っ込んで、切り替えよう。で、ウィンチ今外れてます。この操作を忘れると、えらいことになるんで。これ、切り返しは楽かもしれないね。前と後ろ両方で。よし、いけるんで。で、こっちに一回登って、あれ？そうそうそう。ウィンチは使えないので。引っかかった。ああ、難しいな、ここ。なんか引っかかってる？電柱に、ああ、引っかかっちゃう。むずいな、そうしたら。電柱がやらしい。ちゃうわ。多いな。あ、ちょっと電柱に嫌な感じで引っかかってんな、俺。いける？こっちに入らないといけないし。何が引っかかった？ちょっと明るくしよう。遅いところが嫌ですね。いける？そっちのタイヤが引っかかってんな。あ、むずいな。これでつないで、違う。え、こっちかな。そこ引っかかるんだよね。もうちょい。変なとこ入っちゃったな。リバースで。お、いて。ちゃんと待って、抜けられへん、ここ。そう。加減が難しい。ウィンチがいけないんですよ。どうしたらいい？ここ厳しいね。ウィンチ引っ張ってもしょうがないし、ちょっとだけ外側に引っ張るか。一回ウィンチ切って、外に、こっちにあれがあるね。だからこれを引っ張りながらバックするだけならいけるはず。よし。でも橋の上まで乗りたい、このまま。ま、ちょっと待って、箸に食い込んじゃってる。これか、外す。この扱いむずいな、ほんま。ウィンチ、そこに、それは車の、あれやね。これで、よし、ちょっとバックして、もうちょいバックしたいね。まあいいわ、一回、後ろに下がろう。これで、この時はくっつけとかないと、アルタが落ちちゃうよね。もうね、踏み込むのにこれね、めっちゃかかってるの。15分ぐらいかかってる。2回は積み込みしたくない。こっちに曲げといて、よし。ここで、はい、トラック変更を、すごいね、いろいろやりくりしないといけない。はい。で、曲がれる？ローギアにして、まあ、乗って橋に橋にあかん、乗らへん。これをこっちに引っ張ろう。方向修正。よし、ちょっと落ちちゃうからあんまり進まずに。よし、これぐらい引けますか？いけますか？よし。はい。あー、ずれる。乗れへんかな。乗らして。曲がって。曲がって。くっそ。むずいぞ。橋を越えるのがむずいぞ。ここだ。よし。よし、いった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 。うん。もう大丈夫じゃない？ちょっと後ろ怖いね。そして、橋に引っかかる。後ろ登ってるこれ。入る？ちょっとずれるから、切り返すか、いった。危ねえ。でも世の中にはこういう、人には分からない苦労をねしてる人はたくさんいると思いますよし、なんかものすごい長いものね新幹線運んだりとかする人はこういう苦労をしてるんでしょうね。このままバックでいけるよね。よし、うん、まあ、でも怖いから前に切り替えます。燃料は100、まあまあなんとかとりあえずその製材加工所までは行きたいね。そっからはまあもうそんなに大量運搬はしなくていいと思うんで。よし、なんとか、まあ橋は乗り切りました。ね。よし。こっから、あんまり回りたくないんですよ。ここは行けるか？切り返しつつなんか沼の中を走った方がいいんじゃないかなと思うんだけど、下手に迂回路をね行くよりで左側の方は、はい、バンディットで抜けられたんでこっちも行っちゃおうか。電柱スレスレを通って多少傾くけど、まあ、電柱にもたれられるんで、いいでしょう。わかる？あ、引く。うん、大丈夫か。よし。で、ちょっと沼を入っていきましょう。そんなにむちゃくちゃ深いことなかったよね。ウインチがたるんでた。恐ろしい。よし。いけるいける。こけないで。こけない。あー、挟まるか？大丈夫か？ウインチは使いにくいぞ、ここでは。そこ根っこがいっぱいあるね。一応進めてますね。マットタイヤで行きましょう。この辺は行けたはず。パッと見なんか普通にさ固定して運んでるように見えるでしょうでも違うんですよね、25本、まあ、これぐらいだったら普通にもう1本ぐらい乗りそうだね。26本3の倍ですね。27かだったらいけるのかな。ここでちょっと引っかかっちゃいました。どうしよう。押してもらう。根っこに引っかかってるよね、多分。バックできてる？そっちに回り込んでいこうか。ゆっくり。ちょっとだけ、先頭を方向修正しよう。これね。よし。これで、接続して、よし。無理。一応進んでるかな。進んでるけど、でもなんかガソリンめっちゃ食いそうなんで、後ろに切り替えて、こっちを前に押してもらいましょう。これ。少しでバックしながらね、その荷台の距離が遠ざからない限りは注意切るよね。あ、引っかかってる。なんか引っかかるな、また。ここでまた前を方向修正して、なんか引っかかるんだよね、ここの辺。向こうから来るときは普通に乗り上げていったから大丈夫だったのかな。ここで押していきます。怖えな。OKOK。これぐらいでちょっと傾いていきそうなんで、危ねえ、そろそろ修正して明るくします。朝でいいもうなんか埋もれてるんですけど、トラックが面白いなこれ。今つないだよね。ちょっとこっちに上がっていこう。陸にぼちぼち上がらして。ああ、進めへんな。もうちょっと。ちょっと引っ張るか、そっちに。あんまり進まない方がいいね。方向だけ変えるだけ。よしよしよし。で、いけるか。よし。OK。いけるいける。104リットル。最悪、後ろのタイガーのガソリンをもらえばいいんでね。また後ろの方が余力があると思うと。よし、いけました。これでこっからどう行けばいいんだったっけ。ここをこっちから登った方がいいよね。この辺通った方が通りやすい。あ、ここやんな。ここを抜けるか。とりあえずここまで行きましょう。もう一個向こうだった。まあいいわ、ここは回っていけるでしょ。いける？倒れないでね。もうこけたらもう一気にモチベーションがガタ落ちするんでね。いけるか。うん、ほら。普通に運ぶ分には、ちょっと待って、隙間ができてるよ、ちょっと。もっとぴったりしとこう。怖いから。断面をちょっと見せときますか。こんな感じで断面。うん、はい。ちょっとここでもうちょっと。もうそこまで見えてるし、まっすぐ行っちゃおうか。で、右行ったら早いよね。あ、つまらないね。もうちょっとくっついてほしいんだけど。なんか引っかかってんのかな。まあいいか。もういっちゃおう。よし。ああ、水たまりある。こういうとこ怖いな。ちょっとずれてるもんな。これは要注意だね。角度が変わると丸太が浮くっていう。こんな大量に運ぶことないと思うんで、あれですけど、せいぜい半分ですよね。回れる？大丈夫？もうそこでしょ、製材確保でしょ。曲がりきれへんな。ちょっと詰めて方向修正をします。カーブが難しいね、これはね。ちょっずれない程度に、抜けない程度に。よし。で、おっとっとっと。曲がれるかな。ここに木があるから、うまく。よっと、よし、切り返して、おー、ずれるな。ここを曲がりきってほしい。うん。こっから曲がらない。いけるか。乗り越えろ。よし、いった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 。はい。で、いいですね。あー、危ねえ。よし、来れました。で、大化工場まで、なんとか。まあ、ウインチをいろいろやりくりしたら、なんとかね、いけますね。絵もちょっと面白いねまあこれはでも結構ねありじゃないですか普通に。そこにどうしたらいいか、どうやって止めといたらいいかな。どっちみち連れてこないといけないね。6クレーン謝罪に変えないといけない。なんとか曲がれた。ここから先はこの荷台は使わないもんね。よし。はい。よし。じゃあちょっとログクレーンの車を連れてきます。なんか戻ってきた時に爆発しそうな気はするんですけど。まあそれはそれでいいとしましょう。よし。一応クレーンをね、持ってきました。まあ、ついでに途中にあった燃料タンクも運んできたんですけど。まだ一応乗ってますね、綺麗にマルタは、うん。さあ、近づいたらどうなるか。ちょっと怖いですけど。大丈夫？お？あ、意外と大丈夫。お、大丈夫でしたね。オッケーオッケー。なら、とりあえず、板材4つ分なんで、2セットですね。とりあえず納品しちゃいます。よし、このまま。なんかもったいないですよね割と綺麗に積んであるんで、固定してほらなんか一緒でしょ、量の感じがねこれをこっちですね、1個で2個なんですよね。これか。はい。もう一回入れないといけない。うん、よし。そしたら、まあ、板材4つ先に運んじゃいましょうか。あ、これクレーン当たる？そこ。普通に見たら当たるけど。あ、当たり判定ないんだ、これ。まあまあ、助かりますね。うん、よし。まあ、そこまでひどくはないよね、こっちはね。端まではね。うん、おっと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 、ちょっと待った。びっくりした。やっちゃった。まあ、いいか。まあ、もうこの距離なんでね。はい。次のやつ、よこしましょう。はい。よし。で、あと、長い丸太2セット分ですね。ちょっと、1セットまず積むか。その上に乗せられたらもう3本乗しときましょうか。1回でいきたいもんね。乗った。これぐらいかな。よし。1セット。まず固定して残り3本を上に乗せました。でこれをちょっとクレーンでギュッと押さえといて、いけてるかな、こうやな。これでちょっとグッと押さえときます。で行きましょうか。そしたら1回でいいですもんね。78か。ちょっとタイガから燃料もらっとこう。よし、こんだけあったら大丈夫でしょう。で、橋まで行って、さっきのバンディットを起こして、あと、おっあ、クレーンが外れた。あ、そっか。トレーラーだからね、一応。曲がると外れちゃう。もうちょっと、こっちの方を押さえておこうか。まあ、最悪落ちなければいいので。カーブが難しいね、そして。まあ、そんなに急角度で曲がることないか。そっか。それ邪魔。OK。よし、行きましょう。うん。あそこはもう当たらないっていうの分かった。看板だけ当たり判定あるとか見てね。大丈夫。あ看板だけなんで当たり判定あんのこの仕様なんか、ね、なんでなんだろうね。謎仕様です。あ、ちょっと待って、後ろが。あ、でも落ちてはないな。普通にこけてますね。とりあえず回った、あ、危ないね。確かにここね。ちょっとこっち側通る。ちょっと際どいな。大丈夫？一応、保険をつけといて、こっちに登りたい。よし。で、大丈夫かな。とりあえず長い丸太を先に納品してしまいますね。よし、なんとか。まあ、2セット分だとこの運び方がいいのかな。どうでしょうね。貨物管理。はい。で、3本が落ちる。ちょっとこれ外して。あ、そのままいけますね。こうやって。あ、トレーラーの位置が正しくあります。シビアですよね、これだけ。これぐらい ?OK。ちょっと歪んでた。で、長い丸太を。で、バンディットちょっと起こしますよ。違う。うまく乗らない。ちょっと待って。よし。いいわ、これでいいや。まあ、すぐそこなんで。段階を戻して。よし。で、貨物管理、板材2つ。で、クレーン戻す。で、よし。これでいけましたね。まあ確かにすぐ流されそうな足ですけど。これまでのものとは違って随分丈夫。本当に次の洪水にも耐えられるかもしれない。まあ、予備のね、丸太も持ってきたんで。あと1回分は大丈夫ですよね。よし。はい。そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。次回またね、この続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。